はーい。おはようございます。沖縄馬場です。はい。3匹が集合して寝てます。はい。<laughs> はい、えー。沖縄に夏が来ました。はい、えー。もうね、すっかり夏でございます。はい。えー、最高気温ね、28度とか、まあ、ちょっとじめっとしてるんで、えー、もうね、もうそろそろね、沖縄梅雨入りだと思うんですけど、 え、二十、体感二十九度ぐらいありますね。二十九度、三十度。もう今日もね、暑くて、もう、もうこのし、ジメッとしてるのが嫌でね。もう朝から除湿かけてます。はい、空調。はい。ああ、もうね、もう大変です。はい。<laughs> まあ、夏がやってきました。ということで、えー、まあ、今後心配ですね。今日も日曜日だというのに、朝いくつか、ちょっと、ピーポーパーポーを聞いてしまいました。で、ちょっと今日はコメントからお話ししたいと思います。えー、最近ね、えー、3本目のあの、かまぼこちゃんですね。かまぼこちゃん、ちくわちゃんをね、ガブンガブンと食べちゃった人が、あ、急に、急にっていうか、 ああ、二つ目までは、まあ、そんなでもなかったんですけど、ええー、まあ、いろいろと、おね、えー、ニューのね、インするハメになったりとか、なんか、あのー、目がおかしくなったりとか、そういうことが結構書かれるようになってきました。はい。ええー、 二つ目まではね、えー、割とお皆さん、あ、うちの周り誰もいないよーみたいなね、そういったコメントが多かったんですけど、えー、三つ目のね、ちくわかまぼこですね。こちらのかまぼこちゃんを食べちゃったら、なんか近所とかね、ご親戚とかで、えー、結構な数の人がね、えー、なんかいろいろなことになっているようです。はい。えー、中には、あ なんて言うのかなお星様になってしまった人もいるみたいですね。あの、ご親戚とかでね。まあ、本当あのー、お悔やみ申し上げます。えー、なんと言ってもね、えー、もう三つ目は食べちゃいかんよって、もうあれほど言っていたのにということなんですよね。はい、えー、多分ね、もう、プラーのセボはね、三つ目はありませんから、はい、そういうことなんですよ、結局。はい、えー、多分二つ目まではね、まだ、 プラのセボセボがあったんですけども、三つ目は多分ないですね。あの、なんまあ、二つ目のね、ちくわかまぼこをやってた時ぐらいかな。台湾でね、あの、ちくわかまぼこのね、添加物、はい、あちらの方を、あのー、P がね、変えちゃったっていう報道があったんですよ。私それ、日本語に訳して、 まあ何のこと言ってるんだかわかんなかったの、わかんなかったっていう人はいないとは思うんですけどね。えー、それをね、えー、あげてるんですよね。えー、かなり前です。もう何ヶ月も前にね、それをあげてるんです。もう、かまぼこのね、その中身、はい、えー、添加物が変わってますよと。はい。なので、えー、多分、この変わった、切り替わった、多分、 えー、まだね、日本、日本ではね、日本ではあ、2回目のね、ちくわかまぼこをね、パクパクと食べてる最中だったと思います。はい。なのでね、えー、この切り替わった添加物がね、切り替わったその時から、多分私はプラのセボセボはないだろうなって見てました。はい。 そういうことでございます。なのでね、えー、まあ、聞きそうな人ですね。相手を選ばないといけないです。聞きそうな人には、えー、まあ、例えばね、え日課に、なんていうのかな、2個目のね、ちくわかまぼこをパクパクと食べてね、ちょっと、なんかお腹壊しちゃったっていう,いうような人々ですね。そういう人にはね、もう3個目は食べない方がいいよって。 はい。えー、言ってみてください。一応ね、あのー、前にね、そういう、台湾でのね、え、天候、添加物ですね、ちくわかまぼこの、はい。の種類が変わったっていうのは、私結構前にね、動画としてあげてます。はい。その変わったところのロットから多分ね、えー、そういうところの製造のね、番号からね、まあ製造番号っていうの使いますからね、どの、 どの企業でもねえー。多分ね、えー。プラーのね。セボセボはなくなっていると感じます。はい、えー、結構報告が多いです。あの3個目土ちくまかまぼこになってからあ、そういうねえー。周りでねえー。ちょっとお腹壊す人が出てきたというね。そういったこと非常に多くきます。これは？あ 二つ目のちくわかまぼこをむしゃむしゃと食べてた時は、割とね、えー、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう声が多かったのに対して、三、えー、個目のちくわかまぼこでは全く、何て言うのかな、そういう声がかなり少なくなってます。はい。えー、三個目のちくわかまぼこ食べて大丈夫だったって言ってらっしゃるのは、あ今のところ、周りがね、えー、みんな何ともないって言ってるのはお一人だけです。はい。 えー、そういう感じです、えー。報告が非常に増えてきました。なので、聞きそうな人ですね。はい。聞く耳を持つような人々には、えー、まあ、言ってもいいと思います。内容。あのー、3個目のね、ちくわかまぼこの添加物,物ですね。最近作られたものがあ変わってたっていうことは言ってもいいと思います。このね、配合がね、なんとあの、M のとほぼほぼ同じになってます。はい。 配合が添加物の配合がね M のと、えー、ほぼほぼ同じになってますなので、えー、多分ねあのー、もうなんていうのかなあなていうのかなこう冷凍してね冷凍して、えー、やる なんていうのかなこう、運ぶね、運搬する必要をなくしたんだと思うんですよね。これでね。添加物変えたことでね。えー、まあ、そういうことですね。はい。えー、で、えー、多分中身が変わってます。はい。 添加物が変わってるっていうことはそういうことですね。中身も変わってます。えー、なので、もう、三本目のね、ちくわかまぼこ、聞く耳を持ってる人には、絶対食べんといてって言った方が、ああ、より良いことだと思ってます。はい、えー、まあ、これがね、えー、私の最近ね、えー、あげた動画の中のコメントから、いろいろと、 お考えたことでございます。はい。え、今日も日曜日です。はい、もう早くも日曜日来てしまいました。はい。えー、今日の日曜日も楽しく過ごしましょう。私はあ、これからね、桜猫ちゃんのところに行ってきたいと思います。はい。それでは皆さん、今日も一日楽しく過ごしましょう。ごきげんよう。沖縄パパでした。